中日ドラゴンズ育成選手に有望株の選手がかなり多く、春のキャンプで猛アピールを見せています。立浪監督や首脳陣が名指しで明言した支配下昇格が見えた5人の選手について見ていきたいと思います。支配下昇格が見えた選手、1人目が育成入団の小田選手ですね。実戦で存在感を発揮しています。シートバッティングでは足を生かした三塁打を披露して、この足の速さ、そしてミート力っていうのがまあものすごく注目されています。上田投手であったりフェリス投手であったり、一軍実績があるピッチャーからしっかりとヒットを放っていると、このあたりも評価できるポイントですね。そして練習試合でも連日ヒットを放っているということで、まあ、大学であったり、あとはまあ独立リーグの時もかなりミート力が高いというふうに言われていたんですけれども、まあ、それがしっかりとプロに入ってからもこのキャンプでアピールできているという状況ですね。そして井上二軍監督がこの小田選手大絶賛しています。あの足と守備範囲に加えてバッティングでいいところを見せてくれた、支配下で行きましょうよという日も近いような気がします。彼に対する期待は大きいと、本当に大絶賛という感じですね。大島選手がベテランの域に入ってきて、まあ、スタメン出場っていうのがここから減っていく可能性もあると思いますし、小田選手は割と近いタイプの選手で、まあ、足も速いですし、ミート力も高いというところで、大島選手の後継者のような選手になってほしいですね。タイプ的には足が速くて、ミート力が高くて、まあ、そして守備範囲も広いということで、一軍で割と早い段階で使いやすい選手だと思いますので、早いところでの一軍昇格、試合下昇格、期待したいと思います。では続いて立浪監督が大絶賛している育成選手、こちらも見ていきましょう。今キャンプでかなり話題になっている育成選手がロドリゲス選手です。新外国人のまだまだ若いショートの選手ですね。実戦で攻守にアピールを見せています。シートバッティングであったり練習試合で安打を量産しています。ツーベースヒットを2本連続で打ったりとか、まあ、長打が多く出ているっていうのがポイントですね。やっぱり外国人選手ならではのスイングの力っていうところがありまして、まあ、そんなに打撃が今の時点ですぐに通用するというような前評判ではなかったんですけれども、やっぱりカリステ選手なんか見ていても外国人選手っていうのは、まあ、それだけパワーがある、そしてスイングの力強さがあるというところで、まあ、長打なんかも結構出るなっていう印象ですね。まあ、守備を見てみると、まあ、ミスがあったりとか若干の荒さっていうのは見えるんですけれども、動きには身体能力、潜在能力っていうところをかなり感じますね。結構際どいボールなんかも滑り込みながらそのままスローイングしたりとか、まあ、そういった身体能力の高さっていうのが守備にも現れています。立浪監督も絶賛ということで、大型ショートとしては足も速く肩も強い、ショートはまだ決まっていない、面白い存在というふうに語っているわけですね。そして飲み込みが早く守備力も高いので、レギュラー争いに入れると、まだ育成の選手でかなり若い選手なんですけれども、それでも立浪監督としてはレギュラー争いも考えているというぐらいのコメントが出ています。年齢としてもまだ21歳で、まあ、ここからの成長っていうのも見込める選手ですし、キューバリーグでも結構盗塁なんかを決めていますので、攻守守すべてにおいて活躍が期待できます。なかなか一軍のショートやっぱり決まりきらないというところで、まあ、このバッティング力があるロドリゲス選手っていうのは一人、まあ、すごく大きな候補になってくると思います。では続いて立浪監督が支配下に最も近いというふうに語っている選手について見ていきたいと思います。立浪監督が支配下に最も近いとまで言っているのがこの松木平投手です。練習試合で早速結果を残しています。今年4年目の選手で、昨年は2軍でも防御率4点台ということで、まあ、なかなか2軍でも結果が残っていないという状況にはなっています。本当に崖っぷちというような状況なんですけれども、練習試合では DeNA 戦3回無失点の投球を見せました。しっかりと、まあ、ドラフト1位の渡来選手も抑えています。このままの流れで実戦であったり、あとオープン戦であったり、こうしたところでアピールを続けていけるのか、ここがすごくポイントになってきますね。一軍キャンプに呼ばれているというところからも、かなり立浪監督の期待っていうのが大きいことがわかります。そしてもうすでに支配下昇格っていうのを示唆していて、松木平投手はまだ育成選手ですが、昨年1年間で一番伸びた投手ではないでしょうか。支配下に一番近い選手というところまで来ていますと、まあ、これだけ絶賛しているわけですね。まあ、なかなか2軍ではちょっとコントロールが安定しなかったりだとか、まあ、あとは各試合によってものすごくいい時と悪い時、まあ、こういった感じの試合のムラっていうのがすごく大きくなってしまっているんですね。なのでまだまだ課題っていうのはものすごく多いですし、まあ、即1軍でバリバリ投げれるかっていうのは、まあ、まだまだわからない部分はありますけれども、まあ、このキャンプそしてオープン戦としっかりとアピールをしていって評価を上げていってほしいなというところですね。では続いて評価が最近上がりまくっている育成選手、こちらについても見ていきたいと思います。
支配下昇格が見えてきたかなという選手、4人目が板山選手ですね。2軍キャンプスタートとなったんですけれども、1軍に昇格を決めています。津田選手であったり、同じ外野手の上林選手、まあ、こういった選手の故障もありまして、板山選手が1軍に昇格となっています。2軍では上林選手がスタメンの予定だったところで、上林選手が故障で離脱して、まあ、そのまま板山選手が入ってスリーランホームランを打つとか、まあ、あとはツーベースヒットなんかも練習試合で出ていますし、バッティング面で相当な結果を残しています。年齢的にも立場的にもあまり結果が残せないとなると出場機会がどんどん減っていくかなっていうような立ち位置だったんですけれども、まあ、しっかりとその限られた機会で結果を残しているという状況ですね。昨年も阪神タイガースでこのキャンプの時期っていうのはこの板山選手結構結果を残していて、オープン戦で、まあ、本当の実戦というところになると、まあ、一気に失速してしまったというような過去があります。なのでオープン戦とかに入ってもどれだけ調子を維持できるか、結果を残し続けられるか、ここがすごく重要になってきます。やっぱり板山選手ポイントはバッティングでアピールできるかっていうところですよね。まあ、狙う一軍の枠とすると、やっぱりまずは外野のバックアップですよね。まあ、守備に関しては評価高い選手ですし、まあ、走塁も、まあ、ある程度であれば、まあ、ダイソーでも期待できるというような選手なので、一軍に置いておきたい一方で、例えば後藤選手とか加藤翔平選手とか、まあ、代わりできる選手っていうのはまあ実際いるわけですね。なので、バッティングでいかに差別化を図れるかっていうところですよね。まあ、代打でも使える選手だと。まあ、あとは調子が良かったり、まあ、他の選手が怪我したりだとか調子悪い時は板山スタメンでいけるぞと、まあ、そういったぐらいのバッティングでのアピールっていうのを期待したいですね。では続いて、今現時点で最も支配下昇格が早いんじゃないかというような選手についても一人見ていきたいと思います。支配下昇格かなり近いのが岩崎投手です。立浪監督はすでに勝ちパターン候補として名前を挙げています。昨年の時点で秋のキャンプで150キロを超えるようなボールを投じていて、立浪監督も、もうこのボールを見てものすごいものがあるというふうにも言っていましたし、普通に行けば勝ちパターンというふうにも明言しています。手術からのリハビリを経て、体重も10キロぐらい上がって、189センチ、100キロと、まあ、とてつもない体格になりまして、大きくパワーアップしています。もうキャンプで映像を見ただけでも岩崎投手だなっていうところと、まだものすごい体格になったなと、まあ、そういうのがもう見て取れるというような選手になっています。現状としては順調なステップで実戦に踏み出していけそうですね。すでに春のキャンプでもブルペン投球を行っていますし、打撃投手としても登板を行っています。岩崎投手自身はオープン戦で万全な状態でしっかりとアピールすると、まあ、ここを昨年から目標に掲げているというところですね。順調にステップを踏んでいると、まあ、現在のペースだと2月中の練習試合とかオープン戦での登板っていうのは、まあ、ちょっとこのペース的には厳しいかなっていう部分もあると思います。なので2月登板するとしても本当に2月の最後の方だと思いますし、まあ、本番としてはやっぱり3月に入ってからのオープン戦ですよね。まあ、ここでしっかりと1軍レベルの相手でも通用するぞというところが見られれば、まあ、すぐに支配下昇格ということになると思います。以上です。